ふう、前回は木の葉の上人の方々に見つかってしまいましたが、今度はオロチマルの部下ですか。なかなか思い通りにことは運ばないものですね。星垣貴様、霧隠れの抜け人か。確かビンゴブックじゃ S ランクの重罪人だったな。まあうちの敵じゃねえけどよ。なかなか食い応えがありそうだな。言ってくれますね。どの程度の実力か楽しみなことです。いざ尋常に一本目始め。切られたいですか。やれやれ、大きな口を叩いていた割にはこの程度ですか。バカな、うちら二人が相手だってのに。なんだ、体からチャクラが急に。私のサメ肌はチャクラを食らう。あなた方のチャクラは十分にいただかせてもらいました。私も先を急いでますので、そろそろ終わりにしましょうかね。待て貴様、面白いことを聞いた。ここで倒すのはやめておけ。こいつらにはまだ利用価値がありそうだ。